私、夢を見たんです。そうか、そうだ、彼女がわしら様なんだ。見たのか。夢を、君は見たんだね。小さい私がここに来た夢を忘れろって。私はその頃のことを覚えていないんです。だからあの夢の記憶だけが私の昔の記憶なのに、それを忘れろって。おっと。大丈夫かな。ありがとうございます。大丈夫です。長話が過ぎたのかもね。日射病かもしれないよ。そんなことは。それならあまり思い詰めない方がいい。彼女が忘れろと言ったのなら、それは思い出さなくてもいいことなんだ。忘却は人に与えられた恩寵の一つだよ。君はそれを受け入れた方が幸せになれる。今さら藪をつついて蛇を出すことはないんだ。とにかく、忘れていることを無理に思い出そうとするのはよした方がいいね。何が出てくるのか分かったものじゃない。それこそ。鬼が出るか、蛇が出るか、果ては両方か。え？さ、こんな話はこれぐらいにしておこうか。本当に長話をしてしまったね。君はそろそろ山を降りた方がいいよ。今から何かあるんですか？山の天気は変わりやすいからね。特に最近の夕立ちは、ご神木を押し流してしまおうってぐらいの勢いがあるから。はあ、それはすごいですね。道もあんなで危ないし、慣れていない人は余裕を見て行動した方がいいんじゃないかな。でもそれは余裕を見すぎじゃないですか。夕方までは時間があるし。いやね、ここは一応神域だから。あ、邪魔だなんて思ってはいないんだけどね。いえ、もう帰ります。それじゃあ、ケイ君、お邪魔しました。それと、お祭りの準備頑張ってくださいね。
蛇塚駅前です。ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。こんなところで何やってんだい？そういうサクヤさんこそ、なんでこんなところにいるの？仕事だよ仕事。日本に残された野生とかいうテーマで、タヌキやらキツネやらオオカミなんかの野生動物を取ってきてくれだとさ。サクヤさん、日本にオオカミは取れたら学会報告ものだって。まあ運が良ければ最後の一匹が見つかるかもしれないじゃないか。代わりに幻のツチノコとかが見つかったりして。よしとくれ。ヘビの化け物だなんて縁起じゃない。サクヤさんにも怖いものってあるんだ。人生長いといろいろあるんだよと。ケイ、しばらくぶりだね。うん、お母さんのお葬式ぶり。あの時はお世話になりました。それでこっちにいるのは狭間の屋敷、恵美子さんの屋敷の関係かい？うん。で、あんた狭間の屋敷には行ったのかい？
間抜けな声出して一体なんだい。すっかり忘れてた。なんだって？お父さんの実家を見に行くのすっかり忘れてた。あんた何やってんだい。だけどその格好、山の方に行ってきたんだろ。わかるんだ。まったく、そんなピラピラした格好で山の中に入るんじゃないよ。ほら、頭の上にも。サクヤさん、どうしたの？あんなところまで行ったのかい？あんなところって、お柱様のご神木？ああ、あそこに行ってきたんだね。うん、お祭りがあるって聞いたんで、ちょっと見に行こうかなって。妙なことはなかったかい？妙なことって？そりゃ、変な夢なら見たけど、それ以外にはないかな。夢ね。とにかくこんなところで立ち話っていうのもなんだから、歌詞を変えようか。そうだね。とりあえず車に乗った。と、そういえばケイ、あんた昨夜はどこに泊まったんだい？あ、榊旅館ってところなんだけど。ああ、あそこかい。なら道もわかるからナビはしなくていいよ。サクヤさん知ってるの？夜通し走って着いた後、ひとっ風呂浴びさせてもらったんだよ。泊まり客以外も集めないことにはやっていけないのかね。ほれ、乗った乗った。到着したよ。お疲れ様です。疲れるもんかい、このぐらいで。はあ、嫌な天気だね。こりゃ近いうちに一雨来るよ。見てないのにわかるの？わかるさ、空気の匂いとかでね。そういうのって職業柄？いや、天気予報が得意なのは生まれつきさね。
私の家系は鼻が利くんだよ。あ、荷物持とうか。遠慮しとくよ。大事な商売道具だからね。非力な刑に落とされでもしたら大変だし。私そこまで。あ、本当、お天気崩れそう。これじゃあっという間にずぶ濡れだよ。まったく。ってあんたは何を立ち止まってるのさ。急いだ急いだ。グズグズするんじゃないよ。お帰りなさい、ハトウさん。大変だったでしょう。おかみさん、すごい雨ですね。でも、すぐに通り過ぎるわ、きっと。その前に、ハトウさんは着替えないといけませんけど。降り始めてからしばらくボケラッと悠長に構えてるからだよ。まったく。あら、そちらの方は？あ、この人は私の知り合いで。浅間朔也と申します。あらあら、ルポライターでフォトグラファーなんですね。はい、文筆では主に生計面について、写真は山や野生動物など自然を主に扱っております。こちらの鳩尾さんの家とは祖母の代から知り合いなんですけど、先ほど町で偶然に。あらあら、それで。はい、駆け込みで申し訳ありませんけど、こちらに部屋は空いていないでしょうか。